どん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 綺麗な空に近づいていくワクワク感、そして山頂に立った時の達成感、その喜びの大きさがスカイランニングの魅力ですね。アルプスピアホームプレゼンツ、町の翼、信州きらり人。この番組はアルプスピアホームがお届けします。険しい山岳コースを駆け抜け、速さを競うスポーツ、スカイランニング。日本ではまだあまり知られていないスポーツですが、上田市の松本大さんは各地で開催されるイベントやレースを通じてスカイランニングの魅力を伝えています。小さな頃から登山を始め、高校時代に国体の山岳競技で優勝、2006年初参戦の海外レースでも入賞を果たし、この道を極めようと決めました。マイナーなスポーツですけども、惚れ込んじゃったと言いますかね。ちょうど10年前大学生の時からこのスポーツで生きていこうっていうふうに思いましたね。その後も世界を舞台に戦い、去年のアジア選手権では頂点をつかみました。地元の子供たちには、あ、自分ってなんていいところに住んでるんだろうっていう、そういうふるさとが好きになるような思いを、そういうスポーツを通して感じてもらいたいなと思いますね。松本さんは今アスリートとしてさらなる高みを目指しながら、スカイランニングを地域スポーツとして広く伝える活動にも力を入れています。スカイランニングってフィールドのある地方の文化なんですよね。地域に根付く文化にするためにも、ファミリーとか、あと次の世代を担う子どもたちへの普及活動っていうのをやっていくっていうことがやっぱり大事なのかなと思いますね。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。